今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか、春の桜も夏の海も義賊噛みない沢も噛みない。はい、フリーメイソンの皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでさーシャドウで、秘密結社に、ここをさあ、しつかく挨拶をぶちかました。どれほどのマリオカート頑張っていきます。よろしくお願いします。てことで本日なんですけども、テーマが一つございます。何かと言いますと、最近皆さんね、私の足を見てて、まあ薄々感じる方も多いと思います。下手になってる、はい、下手です。最近の私本当に、どうしたんだろうってぐらい下手くそで、そこがね、自分でも許せない。本当にこんな下手であっていいのかって日々思ってる。つくづく思ってるね。今日は、自分の、心を鬼にして、1位を、2回取れるまで終わらない企画、ちょっと長くなるかもしれないけど、頑張っていきます。よろしくお願いします。ってことでマジで、1位をちゃんと2回取る、2回取ることを念頭に置いて頑張る。待って、緑コーラ魚に食われたんだけど、後ろのそんなことあんのこれ、そんなことあんのこれ、ボムで縛られてるからちょうどよくて、さあここ縛く、当たってないよ、当たってないか、さあちょっと赤コーラこれ取られちゃう、さあ抜いてケツ吸わして、赤コーラスルーしてくれていい感じじゃない、かなりいい感じで、さあこれメダルの10枚にして、後ろ結構離れてきてるよ。さあここでトゲ待ちしよう、はい、トゲ待ちしてこれ使ってここで置いとこう、はい、絶対当たるっしょ、はい、絶対当たって OK。 さあ後ろ確認してる、後ろいい感じに確認できてるから、さあワリオとの距離も結構空いてきたら、さあこっからだね、こっからトゲが行って、トゲが行って、俺がどういう立ち回りをすれば、正解なのかっていうのを徐々に編み出していきたい。さあここ集中、ここめちゃくちゃ集中、爆殺とか見事に引っかかったよね。さあでもトゲ行った、でこっから縛いてキノコ使ってピョンって飛んで、さあトゲ食らってる、結構近いよ、いけるんじゃないの、いけるんじゃないの、赤コーラキャリで消したい、後ろがすごい来てる、いっぱい、その距離で吸うの本当に意味が分かんない。ちょ、もう最近さ、こういうの本当多すぎ、もうこういうのばっかり最近、最後の最後でさ、なんか被弾してさ、とか言ってさ、もういらないそういうのってことで、本当に最近こんなんばっかりなんで、ちょっとマジで集中して戦っていきます。よろしくお願いいたします。いつも以上に本気です。はい、ということで第2レースはマリオサーキットということで、本当に最近の自分にイライラする、本当にイライラする、ここさあということで、めちゃめちゃイライラするんで、ちょマジ集中していく、集中して、本当に勝たなきゃ意味がないんで、このゲーム勝つためにやってる俺は、本当に日頃マジでそんなね、なんかとりあえず楽しければいいとかそういう次元でやってないから、俺は、まあ、楽しいのは当たり前であって、その中でも勝ちにこだわる、そういう姿勢を絶対に忘れてはならない。うん、そんなね、足を引っ張り合いみたいな俺はしたくないし、とにかくぶち抜いて圧倒的になりたい。何事においても、何事においても圧倒的にあるべき、圧倒的にあるべきだから、なんでダブルコーンができたの、こういうとこ最近、何どうしちゃったんだろう俺。さあこれ絶対こうシングル取って、このマキシオンキノコちょっと、まあ、使うわ、これ使って、この先のダブル交換でうまくやっていきたいんだけど、これ絶対食らうね、これ俺じゃない、マジスプラトゥーン消したい、スプラトゥーンはちょっと消して、青コーラ前めちゃくちゃ詰まって、これね、ちょっとこれダメだ、これだと強いと出ないね、この先かなりもう離れてはいる、離れているから、ここでなんなんだろう俺の最近の俺は、どうしちゃったんだろう本当に、なんかかなり今悲しい状況に陥ってる自分が、本当に悲しいもん、こんな走りしてて日頃。ジャンピングアクションでまだこれ今から元気出していくわ。さあ危ない、キラー避けて、さあスター引いた、これでかい、これめちゃくちゃでかくて、これめちゃくちゃでかくて、まだよ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 まだ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 、我慢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 、これ使って、一部の視聴者に不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。ここ
スタート。マジで集中しよう。本当に俺はかなり今ショックを受けてる。普通に最近の自分の走りに対して俺はショックを受けてる。本当に判断力とか全てにおいてかなり低下してる。何もかもが低下してる。ジャンゼリ度合いも低下してるし、本当に何しに来たんだっていうレベル。マジで何しにお前マリオカートやってるんだっていうレベルで下手。本当に自分が情けなく思う。これジャンピングアクションで、これ前出れるね。こいつを多分ショーツカツ使うから、このモコ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 を俺がこれ縛って、ファイヤーフラワーで縛いて、後ろ燃やして、もう一回燃やして、さあとりあえず待って、トゲ来てる、トゲ譲りたい、譲って死ぬ気で譲って、はい死ぬ気で譲れます。はい、完璧な死ぬ気の譲りを発動して、死ぬ気で譲れて、シングルライド取って、ダブル取れると思ってシングル取っちゃった。後ろからスター来てるけど、うわブーメランやばいね、ブーメランやばくて、さあ多分あの赤コールで沈むから、さあええー、よ、まあ、ガンガンやれ、いいぞいいぞ。おお危ない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 やつがいっぱいいる。まだいけるよ、まだいける。キノコ2つ持ってるから、これ1個使っていて、1個使って前に出る感じのムーブで、で裏にちょっと防御固めたいんだけど、さあ OKOK、 いい感じ。これでショーツカッツして、後ろ燃やして、でこれ前燃やして、当たってるでしょ、当たってるね。はい当たって、また1位に、またトゲ、なんで俺が1位出るたびにトゲが出てくんだよマジで。なあこのゲームどうなってんだよ。おいイラつくな、本当にイラつく。2枚抜きてましたよ。落ち着け、まだいけるぞ。メダルお前1枚しかないけど、まだいけるから、希望捨てるな。はい、希望捨てていい。もうこのアイテム取れなかったらもう希望捨てるしかない。もはや捨てるしかない。これ落ちたら本当終わりで、これダブライト取るでしょ。ダブライト取って最後強い投げて、もうすぐ使って、またトゲ3発目。なんで赤コーラ、お前ら本当死んでくれまして。はい、ということで第、4レースかな、5レースかな、クッパーキャッスル1位どころかはるかほど遠い。本当にイラついてます。ここは待って、やばい。スタート。はぁ、ちょっといいか、落ち着けよ。お前はできるぞ。いい走りをとにかく意識して、基本に通じて走ること。一回ガチで本気モード入らせてください。ちょっとね、実況若干少なめになるかもしれないですけど、ちょっと、毎回最初ジャンピングアクション入んない。なんでなんだろう。毎回入るなんか速度が足りないとかある。そういう問題もしかして。そこでちゃんとジャンピングアクション決めながら、さあ、一気に距離を詰めて、もうキノコ、あいつ、そういうのできる系男子。しばきたい、これ。あ、ダメだ。バナ置いてくるから、ちゃんとここでシングル交換して、キノコ1個か、前出てもいいんだけど、後ろ何か。まあ、これはどうしようもない。これはイライラしてもしょうがないから、もう1回しっかりと立て直す。まず1回停止しようか。一回停止して、一個交換して、で、スタートが引けるでしょ、きっと。きっとスタートが引けるから、で、これ、OK、スター引いて、この時ダブル交換で、うまく、立ち回っていきたい所存ではある。所存ね。はい、ここで使って、ダブルアイテムならシングルになって、ただ、メダルも結構集まってきてはいるから、決して悪くはない。で、ここで引いて、ジャンピングアクションで引けてないんだよ。ただ、ファイヤーフラワーには奇跡的に当たってない。奇跡的に当たってなくて、おい昨日に続き何なんだよ本当に。もう本当悲しい。ゲーム嫌いになりそう。ただまだ前結構詰まってるね。よく見たら前詰まってるから、ここでちょっとショーツカッツして雷回避とかワンチャンしちゃったらどうしようって話で、後ろのモート何やって、モートロイ何やってんの、あれ完全に何、コンピューターですか、あれコンピューターだよ完全。テレちゃん使おう。雷あったりするのここら辺で、あったりする全然。さあこれ投げて誰か当たってほしい。あ、ジャンピング入ったのか。シングルアイテム取れなきゃダメなんだよ、これ。あ、これ、雷来るわ、これ。こっちで来そう。てかもう、これ、1位かなり厳しいのでは。かなり厳しいのでさ、パツ君で前やられてて、ファイヤーフラワーで俺が燃やされて、中隊のこのモアレから出してない、俺。アップでボム。早く3発目食らうのか。急げ。使って、雷。で、インコ、ジャンゼって、ジャンゼって俺が5位なんだよね。あーやばい、本当にやばいな、
本当に最近の俺はやばい。本当にどうしようもない。救いようがない。はい、ということで、もう第7レース忘れました。キノピオハーバー、今日はもう約束したから、2回チートルまで俺終わらないから、絶対に。絶対に終わらないから、やりきる。この企画を俺やりきる。集中する。はぁ、ここ。スタート、本当に集中モードでいく。本当に集中モード。本当に集中モードよ。いいか、集中しろよ。さあ、最初も向こう行くと落ちるの分かってるから、さあ、アイテム取れない。はい、どうしましょう、どうしましょうの精神で、これ絶対誰か被弾とかしたりするから、一回こういう冷静にメダル1個取って、まあ、上ルートでも下ルートで行こうか。一旦下ルートで、ダブルアイテム確立させて、極力、被弾をなくしたかったんだが、さあ、後ろ赤っこれ臭かったから前に出たいんだよ、これ。前に出て、ちゃんとドリフトかまして、はい、忠実な立ち回りで、これダブルアイテム絶対取られるから、取らないで3位まで出てきて、さあボムを引いた、いい感じじゃない、これボムをどっかでうまくスナイピングしていきたい、スナイピングし、もう今のはもう逆に天才なんだよ、今天才でしょ、今何やってんの俺は、なんで前に投げた、あの今どうしようもないね、救いようがない、 OK、 今パツ君もいたから、なんあどうしよう、これのメダル、これのメダル2枚取って全然まだいける、1位がちょっと逃げてる体勢になっちゃってるけど、こ待って、先行ってもらって、これダブル取って、で強いで来るから、でこれすぐ使って、これすぐ使ってキラー持った状態でいい順位まで上がっていく、これがかなり、いい立ち回りになるはず、将来的には、将来的にはすごい立ち回りになるはずだから、でこれその後シングルアイテム1個取って、これシングルアイテム1個取って、これ使う、でどうでスタートでしょ、あ、キノさんね、まあ悪くはない、決して悪くはないアイテムだから、信じて、このアイテムを信じて待って、やばい、あれはやってる俺だね、はい、ありがとうございます、で、これ使う、で、スプラトゥーン消してテレちゃん使って、で、まだね、まだまだ全然まだ分かんない、全然まだ分かんない、メダル、ここでこいつにね、お前さ、もう全部は一回お願いさ、起きてほしくないことがさ起きるんだよ、さあ、トゲいった、まあ、くっそ、マジでマジで下手、マジで下手くそ、俺なんでこんな下手になったんだろう、めっちゃ悲しい、はい、ということで次はして、こちらカラカラ砂漠でございます、なんかここ最近の動画で俺一番今なんて言うんだろう、ショック受けてるっていうか、切実に悲しい、スタート、マジで悲しくて、なんて言うんだろうな、すげえやっぱり日頃マリオカートに忠実にこう向き合って、なんていうの、まあ、自分で努力してるからとかは別に特に言いたくはないんだけど、ただ、まあ、真面目にやってるんですよ、本当に真摯になのに、かそれにもかかわらずこうやってまあなんて言うんだろう、まあ、努力が報われないまでは言わないけど、やはりこういったどうしようもない感じで負けることが本当にどうしようもないっていうか、もう本当に自分が下手で負けてることがだからすげえ悲しい、もうなんかなんて言うんだろう、努力がさ無駄になってる感じ、まあ、無駄には絶対なってないんだけど、なってはいないのは分かってるんだけど、でもそれでもやっぱショックがでかい、限りなくテレサ使ってこいつしばいて4センチはしばいて、でこれもどんどん投げてちょっかい出して、前にどんどんちょっかい出して、これもバックスなしといて、おっとここで回避した、なるほど、ちょっと前行ってみるか、前行きたかったけどこれあんま行かなくてもいいかもしんないな、さキラーで上がってきてるやつもいる、多分あいつすげえいいアイテム持ってんだよな、すげえいいアイテム持ってるから、俺はここでもう一回勇気の停止をする、勇気の停止をして、勇気のほら弱いもん、一回ここでちゃんと防御出して、でこれでパンパンパンって、でダブル交換してキラーすぐ使って、こういう距離、このキラーは結構いい、このキラーはねかなり良くて、かなり持ってってくれるから、持ってってくれて、しかもここでアイテムで風もらえて、これしかも超強いぞ、これ雷もう一発ある可能性がかなりあるけど、もうここで俺はマキシム機能で打ち上がっていく、ピョンピョンピョンでパッ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 、これ行くしかない、これはもう行くしかない、これで雷が来たらもうドンマイ、本当にこれで雷が来たらもうドンマイなしだから、まで行ってさ、キノコ3つ持った状態で1位に呪い出て、あとはもう逃げるだけ、あとは本当に逃げるだけ、グアッツ寿司2個使ってピョンって飛んで、
逃げる、ひたすら逃げる。あとでこのキノコ1個あるからもうあと早く走って1を取れば髪の中に成立で頼む、お願いします。これ以上何もなしで、これ絶対キノコ使っちゃいけない。ギリギリまでギリギリまでさった、トゲきた、トゲきたけど、トゲきたけど打って下って、打って下って、ここよし、ジャンピングショーよし1、うまい、今のだった、今のだった、よくやった、完璧、完璧な打開を見せた、クレバーに判断し、今のはうまい、よし1回チートりました。あと1回、あと1回で無事企画成立。はい、続きましてブクブクビーチでございます。いやー久しぶり、神的な判断力、そしていい打開が決まりましたね。さあ頑張りましょう、ここさあ、ということで、ブクブクビーチですね。ここもかなりね、もみっちゃになるコースなんで、ちゃんと冷静に、あのこうなったら止まるしかない、もう前出れないんで、これ無理して前出てもしょうがないんで、これちゃんと、メダルを回収しながら、落ち着いて立ち回る。さあ冷静にいきましょう、徐々にメンタルリセットしつつあるんで、これも全部交換しちゃおう、全部交換しちゃって、どうせキノコ、あ、キノコさんスター出たね、美味しいね。さあここで1個使ってパッてメダルちょっと取って、君が引きに来てるのはよく見えてる、よく見えてる。俺は君がそうやって、悪いことを考えてることは俺にはもうお見通しでございます。でここはちょっと一回保持で、一旦保持で、一旦保持って、さあ赤コーラ俺だったね、これ保持らなくてもよかった、まあまあいいでしょ、一回メダル集めよう。でここでもう一回グッて使って、ファイアフラワー極力避けて、おーっと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 、さあ落ち着いて、さあこのキノコ1個は使っていいでしょ、キノコ1個使ってスターを表にして、裏はキノイチか、なるほど、これボムとか来たらすぐキノコを吐く準備をしとかないといけない。さあここでここでこう使う、あっとキノイチ残しちゃってる、よくないよ、おーっとマキシマキノコ来た、なるほど、これちょっと前出よ、こいつちょっと危ないから前出て、前出てすぐ投げてきたね、後ろ赤コールとかじゃないよね。でこれ使おう、ちょっと一回使って、雷とか来たらどうもいいだから、ガッと使って取られた、これまた雷あるぞ、これ雷あるぞ、これもうちょっと、もうちょっと我慢、ここどう、ここで雷、キラーボ、キラーボの雷、ナイスか、ナイスか、どうすか、どうすか、ナイスね、あここでした、ちょっと早かった、使うのが若干早かった、サワヤンでございます。さあキラーで来てるとか強すぎじゃね、これダブルで絶対取りたいんだけど、お前さチビスケマジで、あさあこれ一回こっち行こう、みんな絶対そこら辺もみくしゃゾーンになるから、一回そこで争いは避けて、こっちから冷静に裏を描いて、裏を描いていく。でカニは絶対よく、あー最悪、次、はい、ということで、次はしておはこチーズランドでございます。これはチャンス、ここで勝って終わりにできる気がする、集中していこう、久しぶりに長い動画になってるからね、頑張っていこう。ここさあ、さあ俺ならできる、俺ならできる、俺ならできるから、まず冷静に基本に忠実にいこう、基本に忠実に。でここはもう1個使ってがっつり前出よう、ま、前出てメダルを1枚取って、おこう早めにテレスで引いたのも結構面白い、結構面白くて、さあスターにも序盤引かれてないのかなりでかい。でメダルもすでにもう10枚近く、10枚近く溜まる、ここ絶対10枚できるはず、これ10枚できる、 OK10 枚になって採用で、これ使って、もうテレさんも使って、早めに使って、さあどうせなんかいらないキノコとか出るから、ここでガッツリダブライで取って OKOK、 スターキラー、素晴らしい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 、素晴らしくて、スターを吐きながら、スターを吐き、待って、ほらこういうところで俺が下手になってるのは、こういうところだから、そういうところはちゃんと直していこう。でこれ絶対アイテム取って OK、 ナイス、ちゃんとダブル取られることを意識した上での、立ち回りだった。でこれもロンキー入れるか、入れるか、ほんと弱いんだけど、2周目でロンキー入れるのはほんとに弱いんだけど、もう入れちゃって雷あったらラッキーなんだったんだけど、全然なくて、さあここまで来てしまった、どうする、はい、赤コーラ俺じゃない、これ使っていくと思ったら何かに当たった、赤コーラ俺だったら最悪、頼むから雷待って待って、キノコ続いて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 、オッケー、なんか押されて最悪、はい、雷もない、これ雷ないぞ、待ってよ、でもただここでここ冷静にオッケー、テレサ使えてる、まだあるよ、まだある、ここ雷どう、ない、あってもいいんじゃない、ワンチャンあってもいいんじゃない、ワンチャンないないないね、今回ない系だわ、内系の
ダブルアイテム取って、あ、ここであったの最悪だよ。ちなみにさあ、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、何がお箱なんだよマジで。はい、続きましてマリオサーキット。本当に俺は下手、本当に下手くそ、本当に下手くそ、マジで。ここレート1万9000がもう本当に俺にはもう俺が背負うべき数字じゃない。本当に今のこの現段階見てて、自分の走りを見てて、本当に俺はこのレート1万9000を背負うべきではないなってめちゃくちゃ感じてる。1万9000の走りしてないもん。本当にレート5000みたいな走りしてるもん自分が。情けない、もっと強くない、マジでもっと頑張れ、いくぞ、まだいける。俺はこんなとこでへこたれるやつじゃない。まずこうダブルアイテム交換してさ、急言われてるさ、うん、まあ早めの髪あるかもしんないから、早め使っちゃって、これ使っちゃって、でこれも使っちゃって、バナナ置いといて、これダブル交換して、マキシマキの方がいらねえな、いらなくて、これすぐ使って、使ってここで交換して、これもすぐ使おう、使って、この時ダブル交換したいんですよ。ほらね、トゲとかね、いらねえアイテム来るじゃん、こうやって。これちょっと軽くショーツカッツして、んでここでトゲ投げて、このダブルで絶対取って、まだいける。でキラー使う、これ使おう、これ使っちゃおう、これ使っちゃって、ちょっと距離を詰めていきたいんだよね。さあトゲもいった、さあオッケーオッケーオッケー、赤コラ俺じゃないこと祈って、俺じゃない、さあキノコ2つあるから、キノコ2つあるから信じていきたい、自分を信じていきたい。赤コーラ、さあトゲもい、それ当たったら本当終わる、まだいけるよ。1個使って、2個使って、トゲ投げて、キノさん、ダメだ、もう下手すぎる、ほんとに。はい、続きましてネオクッパシティ。ごめんなさい、今日すごいね、多分ね重い空気流れてると思うんですけど、そのたまにはこういうことも許してください。普段僕はこの熱量でマリカニ取り高校をスタート、マリカニ取り組んでるんで、さあ集中しろよ、さあ集中しろよ、初手でまず前出れたら、さあ熱いから極力前張る意識をする。さあこの待って、やばいな、そうなるよね。マリが緑コーラマリだとどうしようもないでしょ。マリがその緑コーラバンバンぶん回したらどうしようもないから。さあまずはどうしようかな、どういくかな。これバックスナーあるね、バックスナー絶対あるから、やばい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 、マジでやばい。まずメダル取ろう、メダル取りたいの、残ってないかな、残ってないね、全部取っていくね。お前誰、お前この悪い字、危ないね、ここ1個かわして、あ俺だな、このコーラ誰だよ、順位が赤コーラ持ってるカスだなあ、何ちゅう順位で赤コーラ持ってんだよマジで、しょうもないゴミ虫が、タコが、本当に。さあこれ1個取って、まだいる、ブーメランじゃなかった今、俺のあれが間違ってなかった、ブーメランだった気がするんだけど。さあここでとりあえず前に極力出よう、取るんだ前に。さあスターを引いた、これちょっと使っちゃう、俺ね、これやばいマジで、これやばすぎて、ちょっと引いてオッケー。ここら辺はこの注意帯はとにかくね、スター状態で抜けることをね、お前ダブルアイテム取らないの、謎に俺が風もらって前出れたんだけど、多分ショーツカッツするじゃん、まずでこのショーツカッツして、前の2人が逃げちゃってんだよ完全に。さあトゲいった、これ絶対当たっちゃいけない、お前そこのアイテム取んの、はあ、ほんと全部負の連鎖、マジで負の連鎖が止まりません。負の連鎖がダブルで絶対取って、まだある、また9位で赤コーラ投げたね今、なんでみんなキラーで俺がキノコ4つなんだよ、なあそれだけ教えてくれよ。神ってテレサでしょ、負の連鎖なんだよ完全に、ダブル絶対取る、お前どっち行く、そっち分かりづらく、もう安くこうなったら、こうなったらもう、ピーチサーキット。一回落ち着こう。
ここスタート。さあ落ち着け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 。レートがもう1万8000台に落ちましたね。つい最近までね1万9200ぐらいあったんですけれども、今日の動画で、ね、まあざっと150ぐらいは下がってますね。てか2桁順位しか取ってないからね。本当にね日頃応援してさあもっと上手くなってくれって言ってくれてる人に対して申し訳ない。早く行けマジでゴミ虫どもが。マジで俺のことを応援してくれる人に対して申し訳ない。なんかその俺も切実上手くなろうとしてるからそれをなんか期待に応えてない自分が一番なんか惨め、なんか情けない。これも使ってちょっと詰めるわ。詰めて、まかっこら投げてくるゴミ虫がいるからゴミ虫構いたくないから本当に。さあここで後ろ何キラー、うん強いね。さあここでちょっと使って一回ちょっと距離を詰めていきたい。 OK マキシマキラー来た。 パツくんはやばいから、パツくんちょっとやばいからここでこの最短ルートで最短ルートでがっつりもう行く。で、キノさんね、OK、トゲ行った。トゲは当たらないようにして。絶対ダメ倒せないやつに。さあ、キノさん。それ引かれたら俺も切れるよ、本当に。容赦なく。さあ、でもまだ全そこはもうそいつはドンマイで、でこっちメダル3枚まず取るじゃないと後々厳しくなってくる。さあまだいけるよ。ここでキノコ使ってショーツカッツして後ろからスターが切る。絶対ダブルアイでも俺が取りたい。何があっても何があっても俺が取ってキノコ使って距離を詰めてくる。後ろ何スターまたスターやばいやばい。絶対こいつにも引かれたくなくて引いてきてんだよね。さあトゲが来てる。ここでショーツカッツして赤コーラ俺は不正でこれあーい何なんだよ今日マジで。おい次はシェーンネイチャーロード。やはりねこのレースへの入りからもう一回原点に戻ったらもしかしたら走りが返ってくる。それを信じていこう。ここスタート、きっとそうだきっとそうだから、それを意識していこう。さあ、まずは、どうしようかな。こっちからメダル取りに行こうか。ここのメダルを取りたい。 OK1 枚取れて1枚取れたら感謝しよう。感謝の気持ちを持って走ろう。さあダブルアイで取れないからシングルで我慢してこのメダルも、1枚取っていい感じ。さあキノコを引いた。一番いらないアイテムだけど、まあ、きっとこのキノコもいつか役立つだろう。前向きなポジティブな発言を増やそう。多分俺に対してはきっとそういうことはポジティブ発言を増やせばこのようにしてダブルアイテム取れて、うん、多分きっとメダルも集めれる、うん、きっとポジティブな発言を増やすことがきっと勝利の鍵だ、うん、さあポジティブになろう、はい、ポジティブ、アイポジティブ、はい、なんかねキーボードクラッシャーという、ね、方を思い出しますけど、はい、本当まさにそうだよ。ポジティブに、振る舞うことが勝利への秘訣です。さあまず待ってそのクラクションが非常に怖くて、さあ、トゲは避けてここで1個使ってインコースジャンゼリで、はいはい、オッケーオッケーオッケー。スタースタースいい感じに上がってきてる。見て、みんな見て、これ今いい感じ上がってきてる。気づいてる、気づいてるよね。さあこの赤コーラも食らわない。なぜなら俺には、さあこのバナも緑コーラ分回してたことによって食らわないんです。さあこのボムで被弾してる彼らを、横目に俺はどんどん逃げていく、逃げていく。さあいけるよ、きっといけるよ、きっとここから俺がいける。でここはまだまだ温存、まだ温存で、さあブーメランも当たんなかった。嬉しいことなかった。ここで投げてみて、さあバックスナップ刺さったね。刺さりました。ジャンピングが決まらないけど、さあここでもうガッツリでここちょっと距離を詰めて距離を詰めて、さあいけいけキノコどんどんちょっと使おう。これこれどんどん使って最後の逆転の呪しを上げるために使ってって、でこれ使って赤いに来た。もう一個ジャンピングが防御なかった。